七クマ。俺は本間拓人、26歳。俺のオフィスには、キャッ、あー、ストッキング破れちゃった。藤崎、大丈夫か？本間先輩、可愛すぎるドジっ子な後輩藤崎さながいる。藤崎は今年の4月からうちの会社で新入社員として働き始めた。新しくうちの部署に入った藤崎くんだ。ほんま、教育係として面倒を見てやってくれ。はい、わかりました。よろしくな。クール美人って感じだな。ちょっととっつきにくそうな感じするけど。よろしくお願いします。それじゃあ、案内するからついてきて。はい。とりあえず新人研修で一通りは学んできてるから、うちの部署に関係することを説明しながら回ればいいよな。大丈夫か？え？こんな漫画みたいに壁に激突するやつ、いんのか？すみません、私しょっちゅういろんなとこにぶつかってて、いつの間にかあざができてることもよくあるんですよね。事実、藤崎はいろんなところにぶつかりまくってた。いた、キャッ、うー、こっち自動ドアじゃなかった。ちょ、藤崎、鼻血出てる。え、あ、本当だ。まったく、目が離せないったらありゃしない。よし、これから会社に戻るぞ。はい、本間先輩、商談でスラスラとよどみなく説明してるのかっこよかったです。そうか、藤崎もこれぐらいの商品説明できるようにならないとな。頑張ります。喋ってる先輩見てたらなんだか喉乾いちゃいました。あのな、お前は何も喋ってないだろう。そうなんですけど。それじゃあすぐそこに自販あるから飲み物買ってきてくれるか。ほら、藤崎の分も。え、いいんですか？ありがとうございます。先輩、何がいいですか？じゃあポカリ頼む。わかりました。お待たせしました。お釣りです。お、で飲み物は？あ、お釣り取らなきゃって思ってたら飲み物取るの忘れてました。たく、何しに行ったんだ。お腹空きましたね。だな。俺、七熊バーグスペシャルランチにするけど、藤崎何にする？じゃあ私もそれにします。なんか今日もやらかしたって会社で話してたけど、何だったんだ？ああ、実は歯ブラシに間違って洗顔フォーム乗っけちゃって、めちゃめちゃまずくておえってなっちゃいました。相変わらずやってんな。ぼーっとしてると全然気が回らないんですよね。シャンプーで体洗ってることとかあるし。まあでも仕事でミスやらかさないのは偉いよ。お待たせしました。七熊バングスペシャルランチです。こちら特製ソースをかけてお召し上がりください。あ、どうも。そこは私も社会人ですから気をつけてますよ。そっか、偉い偉い。っておい、え、藤崎、ハンバーグにお茶かけちゃってる。キャー、お茶飲んでからソースをハンバーグにかけようと考えてたら。見た目は美人で近寄りがたいイメージさえするのに、実はドジっ子な藤崎を気にかけてるうちにどんどん可愛く思うようになっていた。コンビニで買ってきていいぞ。ロッカーに2階があるので大丈夫です。すぐに破っちゃうんで。さすがドジっ子だな。ドジっ子言わないでください。ああ、もうなんで私ってこうなんだろう。嫌になっちゃう。俺は可愛いと思うぞ。そりゃ、子供とか10代の子なら可愛いだろうけど、23にもなってまだドジでそそっかしいとか恥ずかしすぎますよ。でも藤崎はちゃんと仕事はできてるじゃん。大丈夫、俺が面倒を見てやるから。あ、りかとございます。それじゃあ、着替えたら会議室の準備お願いしていいか？任せてください。ではロッカー行ってきます。キャー、どうしようどうしよう。ん？ロッカー行ったんじゃないのか？そうなんですけど、ロッカーの鍵がなくて。あれ、どこに置いたんだろう。あのさ、何ですか？ちょっと今忙しいんですけど。その手に持ってるの何？え、手に持ってるものって、よく気づかないもんだな。すみません、すぐ着替えてきます。失礼します。
お茶のペットボトル持ってきました。ありがとう。それ重いだろ。手伝うよ。私結構力持ちなんで平気ですよ。おほら、ふきゃー。うわー、派手にばらまいたな。すいません。あとまだありますか？いや大丈夫だ。ありがとな。それじゃ部長に報告してきますね。おう、ありがとう。お父さん、すみません。部長、会議の準備終わりました。俺のことを父親と間違うぐらい慕ってくれてるってことだよな。ありがとな。すみません部長。もうダメ。部長のことお父さんって呼ぶとか、先生のことお母さんって間違えて呼んじゃう子供かよ。先輩、もう笑いすぎです。ごめんごめん。ほんま、会議始まるぞ。あ、はい、すぐ行きます。あの、ほんま先輩、頑張ってください。あ、はあ、結構会議長引いたな。ほんま、俺はこれから取引先との打ち合わせがあって直帰になるが、あとは大丈夫か？はい、議事録まとめたら終わりなんで。それじゃ、お疲れさん。お疲れ様です。とはいえ、この議事録まとめるのが時間かかるんだよな。ふう、終わった。本間先輩、お疲れ様です。え、藤崎、まだ残ってたのか？会議室の片付けしてたんですけど、蓋が開いてるペットボトルに気づかなくて床にぶちまけちゃいまして、その部分だけ床をきれいにしたら他の部分との差が気になって、結局床全体の掃除してました。さすが藤崎、お疲れさん。先輩はまだ残業ですか？俺も終わったからこれから帰るとこ。先輩は仕事できるし、しっかりしてるし、すごいですよね。しかも私のお世話までしてくれてるし。おうおう、しっかり藤崎のお世話してやってるぞ。それじゃお礼です。え、それじゃあ失礼します。待て、お礼にしてはやりすぎじゃね？藤崎、そんなやつじゃねえだろお前は。あの、はあ、ごめん、俺も動揺してさ。別に怒ってるわけじゃねえから。なんで藤崎はこんなことしたんだ？本間先輩はかっこよくて、仕事もできて、しかも私のこといつも気にかけて優しくしてくれて、だから責任取ってください。責任？本間先輩を好きになっちゃった責任です。で、私何言ってんだろう。お礼とか責任とかめちゃくちゃですよね。恥ずかしい。失礼します。ちょ、藤崎。大丈夫か藤崎？こんな時もかっこよく走りされないとか、かっこ悪すぎる私。藤崎、ほら。はい。え、先輩？責任取ってやるよ。それってどういう？俺が藤崎を好きにさせちゃった責任。さっき俺にキスしてきたくせに、何なんだその反応は。だって本間先輩にキスされるとか思わなかったから。悪いのか？悪くないです。何度でも大丈夫です。何度でもって？え、責任取るって言ったけど、先輩って私のことが好きなんですか？さあどうだろう。え、じゃまさか責任感が強いから引き受けたわけじゃないですよね？どっちだろうな。先輩、教えてくださいよ。自分で考えてみろ。ほら帰るぞ。着替え終わるの待っててやるから。あ、はい、すぐに着替えてきますね。急がなくていいから。急ぐとぶつかるぞって言いたかったんだが、遅かったみたいだな。はい、すみません。こうして俺と藤崎は付き合い始めた。本間先輩、おはようございます。おお、朝からにやけてんな。そりゃにやけますよ。だって私、先輩の彼女になれたんですから。あれ、彼女？お世話されがかりじゃなかった？先輩ひどい。それで今日は何をやらかしたんだ？
靴を左右履き間違えて思いっきりこけちゃいました。たく、普通は履く前にちゃんと確認するだろう。すみません。これじゃいつまで経ってもお世話されがかりから彼女に昇格できませんよね。別にいいよ、俺藤崎の世話したいし。私は嫌なんです。先輩の彼女になりたいんです。あ、もう始業時間だな。それじゃ俺これから他部署との打ち合わせ行ってくるから。はい、行ってらっしゃい。いい子で待ってろよ。ワンって、なんなんだあの可愛い生き物は。お前楽しそうだな。おお、久しぶりだな高橋。最近会社に来る楽しみができてさ。そういや、本間の部署に藤崎さんっているよな。おお、俺が教育係やってる。あの子さ、見た目はめちゃくちゃ綺麗で美人なのにドジっ子なんだよな。この前俺の部署に来た時に何もないとこでこけて書類ぶちまけてさ、一生懸命拾ってる姿が可愛くて守ってやりたいって気持ちになったわ。あ、あいつは俺のもんだから。え、ほんま？俺藤崎のお世話係やってんだよね。藤崎に変な気起こしたら承知しねえから。は、はい。ほんま怖え。クールで優しいイケメンだと思ってたけど、こんなやつだったのか。藤崎がドジっ子だってことを知ってんのは俺だけじゃねえんだよな。これは先手打っとかないとな。戻りました。先輩、お疲れ様です。危ない、急に走るな。すみません。藤崎はほんと目が離せないな。家でもちゃんと生活できてんのか心配になるな。俺と住め。え、いいんですか？そしたらプライベートでも藤崎の世話見てやれんだろ。はい、ぜひお願いします。じゃあ決まり。先輩と会社でも家でもずっと一緒にいられるなんて夢みたいです。責任があるからな。うぐ、私先輩に恋人として愛してもらえるように頑張りますね。本当はトロットロに可愛がって溺愛してやりたいけど、俺に愛されたくてたまらないって顔してる藤崎が可愛いからまだしてやんない。絶対に誰にも渡すかよ。え、先輩何か言いました？なんも。ほら仕事に戻れ。はーい。あ、ランチは一緒にしましょうね。お、出会った時から藤崎は絶対に俺のもんにするって決めてたんだからな。これからもっと好きにさせてやる。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。